まゆことニコチャンネル始まります。こんばんは、まゆこです。今日はオートマチックペットフィーダー、ペットの自動餌やり機のご紹介をしていきます。Amazon で購入したんですけれども、お値段が3580円になりました。で、お色が4色ダークグリーンをうちではちょっと選んでみました。今日はこの紹介をやっていきたいと思います。このね、取扱説明書を読むのがあんまり好きじゃないのでなんですけれども、簡単なご紹介ですね。そんな難しくなかったです。後ろに、電池、単二電池4個使って、で、蓋が猫とか犬が開けないように押して外す、こうパチンって外せなくて、ちょっと押してあげてからこう開くようなコツがいる、なんかストッパーになっておりました。ここもね、がむしゃらにこうカツンカツンやると絶対開かないようになっているので、動物が開けて全部いっぺんに食べないようになってると思うんですよね。で、蓋を開けて、でこれは取り外しが簡単にできて、で水洗いも簡単にできまして、で6個に分かれていて、6回の食事ができるようになっているので、ちょっと量的にはどうなんですかね。うちは猫が3匹なんですが、大きいワンちゃんとかがいるんであれば、4つ区切りの別のところに出てる餌やり機の方がいいかもですね。で、蓋をして、初期設定がちょっとあって、でも取説読みたくない私でも簡単にできましたので、皆さんすぐできると思います。まずですね、初期設定、電池を入れた後、初期設定、電池を入れて電源オンで、まずですね、現在時刻、時計になっているので、それをセットするのも簡単にできます。あと音声、餌が開いてからすぐちょっと方言で申し訳ございませんが、レコーダーのところを押して、餌が開いたらすぐ呼びかけ、4部声が録音っていうか、ベルみたいになりますので、それで動物が寄ってくるっていう仕組みになっています。あとはセットする時間なんですけれども、モードで現在時刻になっているところ、モードボタンを押して切り替えてもらって、で設定のところに、設定時間は0分のみ、だから1時だったら1時で、12時間設定と24時間設定があって、12時間設定だったら PM とか、 PM が午後になってつく、1時が PM1 時で、24時間設定だったら24時っていう表示になります。あとはね、で表示されているボタンの左が回数、給餌番号って書いてありますね。で、右の方が時間になりますね。で、00分で扉が開いて餌が出てくるっていう単純な、やっぱり泊まりとかじゃなくて、もうちょっと遠出した時に、お正月前の、お正月休み前にね、こちらもや
ていたらいろんな方のねためになったかと思うんですけれども、まあ、これから春とか行楽シーズンになってちょっと遠出される時にペットがね心配で、私ももうあの夕方ぐらいになったらなんかもう心配になって切なくなってなんかさっさと帰っちゃうんですけれどもね、あ、表示のことを今なんか指さしてますけれどもね。で、ちょこちょこ外出するときにこれに慣れさせて、で一泊とかちょっと出かけるときがあれば、うちが担当飼いをしていまして、3匹ね預けると同じ、あ、これが左は回数右は時間って言ってますね。これもモードボタンでセットボタンを押せば簡単にできます。あとはですね、話がねあっちこっち行ってますけれども、全部の何回6回あスタートナウとスタートトムを言ってますね。スタートナウはもう次の時間から、でトムはトゥモローのトムで、12時を、その日の12時を超えてからのスタートになるので、間違えて押さないようにですね。で設定は全部の設定をしてから、だからセットして6回セットを全部してしまって、でやりたくないのでもセットしてからにしておけばいいわけで、っていうそこまで言わなくても別に分かりますよね。全部セットしてから終了、猫に試してみてる状態ですね。これは餌を入れた状態で、ちょっと何の物体かって、これ2倍速で、このちっちゃいメスのキジシロの右の2個が食べられないんですよね、なかなか保護した時もお母さんのおっぱいが一人一匹飲めなくて倒れてましたので、とっても心配ですけれども、なっちゃんも見てますが、一番臆病なので機械になれるまではなっちゃんも要注意です。ニャンスキーはどうかなと思いますけどね、頭がいいのでね、ニャンスキーは。ちょっと2個が食べたがってるのを無理やり押しのけててね、ちょっとかわいそうだったんですけれども、その前に2個はいっぱい食べていて、他の2匹に食べさせてあげたかったので、ちょっと抑えています、すいませんね。でもその前にいっぱい食べてるので食べ過ぎないように、ニャンスキーが気づいて食べています。3匹いて、お預けね、なんかペットホテルとか動物病院に預けようと思うと、1つのケージにね入れてくれるかどうかっていうのが、ちょっと入れてくださいって入れましたって言われても、ちょっとなんか安心できなくて、これをちょっと買って試してみました。試そうと思っています。で2倍速で2匹が仲良くしています。今からまた
餌やりやりますね。餌が出てきました。ちょっとカットしてるんですけどね、あのキジ猫のなっちゃんを押そうと思って押し出そうとしたら、もうびっくりして飛び上がっちゃいましてね、誰も警戒しております。今やっと近づいてきました。いつもだったら餌があるとあるだけ食べますからね、この3匹はもう犬のように、なんか出しっぱなしに餌をしてないからかどうかわからないんですけど、もうあげたらあげる、あげた分だけ。まだ様子を伺っています。恐る恐る。一個加えて外に持っていって食べてます。かわいいですね。3口目からはもうね、そのまま安心して食べてますね。これが3匹いっぺんに腹ペコ状態で開いた時にどうやって食べてしまうのかっていうのが課題なので、今度ちょっと出かける時に監視カメラを仕掛けて見ながら検討したいと思っています。なんか蓋の方がね、もうちょっとしっかりした感じのタイプの分を紹介されてる方の、YouTube も見てみたりしたんですけれども、3匹いっぺんに食べるっていうのがどうでしょうかね。でもね、全然知らない環境に預けられるより、慣れたお家にゆっくりしていて、餌もカリカリだけだけども食べて、いつものみんなとね一緒に過ごせた方がストレスがないかなと思っています。なっちゃんが完食しました。今日はペットの自動餌やり機のご紹介レビューになりました。最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録もお願いします。さようなら。